こんにちは、パンゾーです。今日は、パンを焼くときに、考える、パンを焼く生活で、逆算して考えるパン生活っていう、テーマでお送りしたいと思います。天然酵母のパンは、生地を練ってから保存、低温で保存をしていただくことができるっていうふうにお話ししているんですが、冷蔵庫で保存していただくんですね。で、じゃあそこからどういうふうに発酵して、焼くところまで持っていくかっていうのを、焼きたい日から逆算して、考えていくっていうことをね、レッスンでもお伝えしています。まあ、そうすることによって、自分の都合に合わせて、自分のライフスタイルに合わせてパンを焼くことができるっていう風にね、無理してこねたから発酵させて焼きまで行かなきゃいけない、ちょっと用事ができちゃったとかね、そういう風にしてちょっとね無理をして、パンを焼くっていうことをしてると、だんだんね、なんか面倒くさくなって焼けなくなってしまうっていうことがありますので、そうじゃなくて自分のペースに合わせて、パンを焼いて美味しいパンが食べられるっていう、ことをやっていただきたいなと思って、この話をねよく生徒さんにもしています。じゃあまず、見ていただきたいのが、逆算をするっていうことなんですけど、どういうふうにするかって言いますと、まずこれですね、焼きたい日、焼きたい時間っていうのを決めていただきます。というか、まあ決めますよね。日曜日に焼きたいとか、明日の朝、焼きたいとか、まあ焼きたい日があると思います。家族が揃っている日とか。じゃあそこから考えて、じゃあいつ発酵させてこう、ね、順番にやっていけばいいかっていうことをちょっと考えてみたいと思います。では例えば、明日の朝焼きたいっていうことになりますと、じゃあどういうふうにしていくかで、今日こねましたね。朝こねましたっていうことになりますと、逆算して考えていて、まあ、冷蔵庫に入れてちょっと発酵を休ませておく、止めておくっていうことをしていると、仮定します。そうすると、この焼きたい日が明日の朝だとしたら、二次発酵を、終わって焼く、二次発酵が終わる時間っていうのが朝ってことになりますよね。そうするとその前の、これです、分割成形しているっていう時間が、欲しいので、明日の朝っていうことになると、まあ、朝早起きして、そうですね、7時に焼きたいんであれば、まあ、5時ぐらいに起きて、分割成形二次発酵でもいいんですけど、ちょっとね5時はなんか起きるのつらいなとかね、そういうことがありましたら、前の晩にもうやっておくっていうことも一つの手です。そして少し発酵させておいて冷蔵庫で休ませておくということもできます。ということは、まあ、じゃあ、夜に分割、寝る前に成形して、少し発酵をさせておくっていうふうにしたとしますね。ということは、一次発酵から分割までの間、これが結構時間がかかりますので、どういうふうにするかっていうと、じゃあそうですね、あんまり気温が高くない時であれば、もう昼間ずっと出しておいてもいいので、夜まで、お昼ぐらいですかね、お昼頃に発酵を、一時発酵を始めて、まあ、5、6時間ぐらい経って、でだんだん、ね、気温も下がってくるっていうことを考えると、まあ、夜になるぐらいまで大丈夫かなっていうふうに思っていただいて、お昼に発酵させるってことは、今日朝こねましたね。で朝こねてお昼から発酵させたいなと思ったら、冷蔵庫で眠らせておくのが、そうですね、5、6時間ぐらいですかね、朝から、お昼までっていう風になります。そういう風にして、じゃあどう、ここの間は冷蔵庫に入れるのか、野菜室に入れておくのかっていうのもね、常温で置いておくのかっていうね、こういうことも考えながら、やっていく。でね、ちょっと面倒くさいかなと思われるかもしれないんですけど、最初だけで慣れればね、自然にこう頭の中で逆算していくことができてきますので、こねた時に、
どうするか、このあとどうしていくかっていうことを焼きたい日に合わせて、焼きたい時間ですね、時間と日にちに合わせて、逆算して発酵させていくっていうことができるようになってきます。はい、もう本当ラッキーなことに、天然酵母のパンっていうのは冷蔵庫で低温発酵させるとすごくうまみが出てくるので、私はね、かえってその方がすぐ発酵機に入れて、まあ4時間ぐらいですかね、4、5時間ぐらい発酵させるんじゃなくって、冷蔵庫に入れてゆっくり半日ぐらいとかね、1日かけて発酵させるのがいいなって思っているので、ちょうどいいかなって思います。で、こねられる時に一気にね、いくつか生地をこねておくっていうのも私もよくやってました。ちょっとね、忙しい時なんかは一気にこねてしまって、その空いてる休日なんかに、そして冷蔵庫で眠らせておいて、逆算しながら、まあ焼いていくっていう方法を、やってましたので、ぜひね、皆さんも取り入れて、ちょっとね、難しい、めんどくさー、こっちの方がめんどくさーって思われるかもしれないんですけど、慣れるとね、案外いけますので、ご参考にしていただいて、パン生活に取り入れていただけたらなと思ってます。それでは